ヤギサのオハツキイチョウ2019年6月16日撮影ヤギサのオハツキイチョウは,つき町は山梨県南駒郡美ノ部町へヤギサにある国の天然記念物に指定されたオハツキイチョウの奥義である近年一部の枝が性天換を起こしたことで注目を集めたイチョウは私有一種であるので葉の上に銀難が結実するオハツキイチョウの場合 ほとんどの個体はメギである。ところが、ヤギ沢のオハツキイチョウは、葉の上に、銀杏ではなく、薬をつける珍奇なイチョウであり、1940年7月12日に、国の天然記念物に指定された。国の天然記念物に指定された7本のオハツキイチョウの中で、唯一のオギであるが、2011年の秋、オカブにもかかわらず銀杏の実をつけたことから、 植物学者らによる調査が行われ、その結果、一つの枝が、性転換していることが確認された。山梨の巨樹、名木百選の一つ。八木沢のおつき委長交付し、八木沢のおつき委長の位置、八木沢のおつき委長は、山梨県南駒郡三の町上、八木沢、藤川東岸を南北に走る山梨県道9号、市川三里三の線から、 東方向へ JR 身延線のガードを抜けた先の左手、周囲を民家に囲まれた宮野前神社境内の一角に生育しており、この遺町の所有者も同神社である。身延町にはお初木遺町が多く、植物学者の白井幸太郎が明治24年7月に同じみの部町にある上沢寺のお初木遺町を調査し、葉の上に結実する。 おようつけ委長の存在が学会に報告され、おはつき委長は知られるようになり、その翌年の明治25年4月17日に現地調査を行った藤井健二郎によって、上沢寺の近くにある本国寺のおはつき委長と、藤川を挟んだ対岸にある八木沢のおはつき委長が発見され、通常の委長と同様におはつき委長にも、 有志の区分があることを明治29年に論文として発表した。その内容や図は日本国内だけでなく日本国外の文献にも多く引用された。民家に隣接している2019年6月16日撮影根元付近2019年6月16日撮影。八木沢のおはつき町の大きさは美濃部町のホームページによると 根元の周囲3.94メートル、目通り管理3.0メートル、樹高25メートルと、胃腸の簡易としては決して大きなものではないが、八木沢のお初貴蝶は珍しい岡部のお初貴蝶であり、日本国内で確認されている岡部のお初貴蝶は、同じ山梨県の市川三里町にある薬王寺のお初貴蝶と、この八木沢のお初貴蝶の2本だけである。 国の天然記念物に指定される前の1931年に発行された山梨県名牧市では、八木沢のハウワギ役の胃腸ョとして開設されており、富士川を挟んで対岸の下山村に点在するお初き委長のメカ部群の銀南結実に関係している旨、前述の藤井健次郎により解明されたと記載されている。今日でも、 富士川東岸の八木沢のお初期町の花粉が富士川を越えて飛んでいき、富士川西岸下山地区の上沢寺、本国寺、上福寺などのお初期町名義群の結実に強い関わりがあるものと考えられている。三野部町下山、八木沢地区のお初期町群の位置関係を示した空中写真。画像中央を北から南へ流れる富士川を挟んで、東岸に、 大株の八木沢のお初期委員長。西岸に点在する各寺院の境内に、目株部のお初期委員長がある。八木沢、上沢寺、本国寺の3カ所が国指定の天然記念物、上福寺、長谷寺の2カ所が美信町指定天然記念物。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成目通り付近の葉。 2019年6月16日撮影。下部から木の絵を見上げた様子。2019年6月16日撮影。2011年10月上旬、大木であるはずの八木沢のお木町に結実が確認された。調査を行ったところ、この結実は、おようつきではなく、地上から8から10メートル付近の枝に約40個の銀杏が、 武道の棒状に実っていることが分かった。八木沢地区の人々の話によれば、このお初い蝶は、約180年前に道書に植えられたものと言い伝えられているが、荻であるはずの八木沢のお初い蝶が身をつけた記録は、これまでにないという。前述したように蝶は、私有一種であることがほとんどで、稀に私有同種のものがあるというが、2011年に起きた。 八木沢のお初期以町の結実の原因はすぐに特定することができなかった。何らかの原因で部分的な性転換が起きたのか、あるいは良性具有なのか、科学的な調査が期待された。しかし本時は1940年以来、国指定の天然記念物であるため、調査には文化庁の許可が必要であることに加え、銀杏の実った位置も、 地上約8メートルという高い場所であったので、詳細な調査はしばらく行われなかった。植物学者の長田敏之らは、八木沢のお初期委長の結実事象は、死有の性決定と発言解析において重要な現象と考えられることから、このお初期委長の一部採取を含む調査の申請を2015年に文化庁に行い承認された。 承認後現地に赴き木の上に登って調査を行ったところ、地上8メートルのところにある一種だけに変異が見られ、その枝にのみ銀杏が実っていることが確認された。採取された変異枝は研究施設で解析が行われ、体細胞突然変異による性転換が起こったものであると判断された。また、この変異枝に実った銀難は、十課で採取され、東京大学大学院理学系、 研究科付属植物園でこの銀杏からの発種が行われ、種子の発芽と育成により得られた植物体の解析が試みられている。翌2016年、2017年と文化庁へ調査申請を継続し、性転換が確認された枝の一部を継ぎ木や挿し木で繁殖させ、元のオ部であるヤギ沢のノオハツキとの遺伝子発現の際についての研究、解析が継続されている。 胃腸の性転換については文献上に複数の事例報告があるが、いずれも不明瞭なものであり、一例を挙げるとヨーロッパで最古の部類に属すると言われているイギリス王立旧植物園のオスの胃腸の一種に銀杏が実ったという報告が2006年にされたが、この胃腸は過去にメスの胃腸の枝が継ぎ木された記録があるため、結実はその影響下による可能性が考えられるという。 その一方で、ヤギサワのオハツキーは、国の天然記念物として継続的に観察、保護されてきたという点で特異的であり貴重なものである。本樹における、性転換の研究、解析は、植物学における、性決定と、その発言の解明について寄与するものと期待されている。AB ヤギサワのオハツキーマイナス国指定文化財等、データベース、 2019年7月3日閲覧。委長の性転換。小木に銀南が実った。論座米山正宏朝日新聞記者2011年11月26日朝日。新聞社2019年7月3日閲覧。ABCDE 八木沢のおはつき町美の部長。ホームページ2019年7月3日閲覧。ABC 本田正嗣 P44。P ABCD 中沢、ピアニッシモ、481から482。日本植物園協会ピアニッシモ、13から15。八木沢のお初期町山梨の文化財。ガイド天然記念物礼に山梨県,県県庁。ホームページに2019年7月3日閲覧。AB 山梨県林業研究会、P90 から91。AB 染まさない教育学部起用。 薬王寺について、薬王寺のおはつき長の岡部市川美里町、ホームページ2019年7月3日閲覧。薬王寺ホームページ2019年7月3日、閲覧。ABC 課内広植物研究雑誌、AB 日本植物園協会 P13、山梨県編、山梨県名牧師から、国立国会図書館デジタルコレクション、2019年7月3日、閲覧。 AB-180 年間で、初の結実山梨、美の部の国指定天然記念物、八木沢のお初期町、小木、に、種子群、プレスリリース2019年7月3日閲覧。AB 日本植物園協会 P14 日本、植物園協会 P15 ハット AB 八木沢のお初期町観光案内美の部町ホームページ2019年7月3日、閲覧。 ありがとうございます。